ゴールドジャパンのお洋服、私が着たらこんな感じ。背の高い人、低い人、いろんなサイズの読者モデルさんに着ていただいて、そのサイズ感を検証してみたいと思います。今回紹介する商品はこちら。商品番号はゴールド636、トモネのリボン付きドレープスカートになります。こちらは風に揺れる裾がひらひらと舞う、とても可愛いスカートになっています。カラーバリエーションも豊富なので、お気に入りの1枚を絶対身につけていただけると思います。それでは全体像をカーディガンを脱いで見ていただきたいと思います。はい、それではこれから私が一周ゆっくり回るので、皆さんには動いた感じを見ていただきたいと思います。こちらリボンで隠れてて見えにくいんですが、ウエストはバックゴムになっていて、とってもよく伸びるので、すごく履き心地がいいです。後ろは着丈が少し長めになっています。こちらのリボンは正面でもいいですし、斜めにつけていただいてもとっても可愛いです。はい、それではこれから背の高い読者モデルさん、背の低い読者モデルさんで、この着丈の長さを着比べてみたいと思います。はい、読者モデルの皆さんに集まっていただきました。それでは私からなんですけれども、身長は164センチで、普段は 4L サイズを着ています。それでは読者モデルさんを紹介していきたいと思います。はい、ミキです。身長は158センチで 3L サイズを着ています。どうぞ。山さんです。153センチで 3L サイズを着ています。どうぞ。はい、サキヒメで身長は162センチ 4L を着ています。はい、今日は全員で同じスカートを履いています。身長158センチ、3L サイズのミキさん。前から見た着丈は膝丈で、後ろから見るとふくらはぎの真ん中くらいになります。3L のスカートでちょうど綺麗に着れていますね。足が細く綺麗に見える長さです。身長153センチ、3L サイズのヤマさん。前から見た丈は膝下丈で、後ろから見るとロング丈ですね。 3L のスカートでとても上品に着れています。足が長く全体がほっそり見えますね。身長162センチ 4L サイズの咲姫さん。前から見ると膝下丈、後ろから見るとミモレ丈、 4L のスカートですっきり綺麗に着れていますね。ドレープが豪華で華やかに見えます。皆さん、今日の YouTube 参考になりましたか？背の高い人、低い人、いろんなサイズのモデルさんがいるので、皆さんもご自分のサイズに近いモデルさんを参考にして、ぜひおしゃれを楽しんでいただけたらと思います。最後に今日紹介した商品はこちらです。みんなポチってね。